はい、じゃあ第9話の方を続けていきましょう。第9話ですね、前回書いたこのヨーロッパの元の図のダイジェスト版ですね、これを、まあ、前回、作ったわけですけれども、今までちょいちょいですね、なんかこの民族はカトリックを受け入れたよとか、この民族はギリシャ正教を受け入れたよというような話をしたと思います。で、例えばここのそのフランク王国のカールはローマ教皇から皇帝の冠をもらったとかね、そういうようなお話をして、うん、今までのヨーロッパの元のお話の中に、カトリックとかあるいはギリシャ正教あるいはローマ教皇というような宗教の用語がちょいちょい出てきたんですけれども、お気づきでしょうか。今回はですね、このヨーロッパ世界のその宗教についてちょっと見ていきたいと思います。そしたらですね、こんな感じでしょうかね。スラブ民族の西スラブあるいは南スラブのクロアチアとかスロベニアはこのラインからこっちの民族はカトリックを、まあ、受け入れていくことになります。キリスト教の中のカトリックを。そして、こちらですね、このラインから東側はギリシャ正教を受け入れていくことになります。さあ、このカトリックとかギリシャ正教っていうのはあまり今までちょいちょいは出てくるけれども、まだ説明をしていませんでしたね。キリスト教っていうのは別に、イエスさんが2つに分けようとか、あるいはプロテスタントも含めて3つに分けようとか考えていたわけではなくですね、最初は1つキリスト教だったものがだんだん宗派が分かれていくことになります。この今やっている旧は中世ヨーロッパではその中の大きい宗派カトリックとギリシャ正教が分裂していくというようになっていきますので、そのお話をしようと思います。旧はですね、十字軍までの中世ヨーロッパ前半です。81番でしたっけ、間違ってたらすみません。81番はで、現在キリスト教には大きい3つの宗派があります。その他たくさんあるんでしょうけれども、主に教会ですね、そして、もう一つがトーホー正教会の代表的な東方正教会のことをギリシャ正教と言ったりします。という認識でいいんじゃないかなと思います。中でも、主要な東方正教会はギリシャ正教であると。もう一つはプロテスタントですね。
はい、日本では日本のキリスト教信者の中ではプロテスタントが一番多いですかね、まあ、ローマカトリック、カトリックの信者も、正教の信者もそれなりにいますが、プロテスタントが日本の中では多い、アメリカの影響を受けているからです。でこのローマカトリック東方正教会ですね、この2つは中世ヨーロッパ、あれ中世、中世教会を見ながら書いちゃったんですね、中世ヨーロッパで、分裂をしていた、これを今回お話ししようと思います。でこのもう一つプロテスタントっていうのはいつ分裂したかっていうと16世紀ですね、の宗教改革後、なのでざっくりとした考え方でいけば、このローマカトリックとギリシャ正教は中世ヨーロッパに分裂、だからこれは9話での出来事です。そしてプロテスタントの成立というのは16世紀、第11話で出てきますので、和が違う、話が違うなっていうことを考えておいてください。で、今このカトリックとギリシャ正教に分かれたよっていうお話をしたいので、いきましょう。一回消して、黒板をちょっと広めに使いましょう。はい、そしたらですね、以前キリスト教が成立して、ローマ帝国の国教になっていくわけですね、キリスト教。はい、キリスト教が成立し、ローマ帝国で国教化、テオドシウスさんっていう人がね、そのキリスト教以外の宗教は認めないよって言ったからですね、そして、その後テオドシウスさんの死後ローマ帝国が分裂しました。その後のお話です。その後のキリスト教はどうなったかというと、五本山という五つの町の教会が、その主要なキリスト教世界の主要な教会とされるようになっていきます。五本山とはローマ、コンスタンティノープル、そして、
ローマ、コンスタンティノープル、アレクサンドリア、エジプトですね、アンティオキア、シリアというところにあります。そして、エルサレムですね、この5つの主要教会がキリスト教の中心となるのですが、その中で、ここにも色で示したようにローマ教会とローマ教会とコンスタンティノープル教会が力を持ち、主導権を争います。なんでかっていうとね、ローマは西ローマ帝国の都、コンスタンティノープルは東ローマ帝国の都、それぞれが、うちがキリスト教の中心だ、うちがキリスト教の中心だ、ね、うちが主導権を持つ、いやうちだっていうことで、争うようになるわけですね。そして、いつしかこのローマ教会がある方の西ローマ帝国は滅びていくわけです。で、このゲルマン人が西ローマ帝国を滅ぼしていくわけですね。これじゃあちょっと消してしまいますね。同じような図になるんですけれども、東ローマ帝国、西ローマ帝国っていうのがあり、そうですね、ちょっと。もう一回やりましょう。はい。以前、ローマ帝国っていうものがありました。はい。そのローマ帝国が東西に分裂しちゃいましたね。そして西ローマ帝国はほどなくゲルマン人がやってきて、そのうちに西ローマ帝国が滅びるわけですね。しかしローマ教会はあるわけです。だからローマ帝国、ローマ教会がこのまま主導権を握るには、このゲルマン人に布教していかなきゃいけないわけですね。はい、そういうところをちょっとまとめていきたいと思いますね。はい。はい。ローマ教会の最高権威者のことを教皇と言います。
先生、法王とも言いますよね。そう、現在では法王って言われることが多いですよね。教皇ということが世界史の教科書では多いですが、教皇も法王も一緒だと思ってください。ローマ教会の最高権威者のことです。で、この教皇の中でもグレゴリウス一世、ニックネームは大教皇というんですけれども、はい、教皇グレゴリウス一世はゲルマン人、要するにこの西ローマ帝国が滅びてしまった、このままではローマ教会としては信者を、今までローマ帝国、西ローマ帝国にいた人以外にもどんどんこの新しくやってきたゲルマン民族に布教していかないと信者数が確保できない、ね、勢いが弱まってしまうということで、新しくやってきたゲルマン人に布教をするなど、教会の基礎固めを行う。西ローマ帝国が滅びたことによって後ろ盾を失ったローマ教会は新たにやってきたゲルマン人たちに布教をしていって、少しずつまたゼロからのスタートで、信者数を獲得していったということです。ただゲルマン人に布教するのに、はい、ローマ教会は後にゲルマン人に、布教をするために製造を使用することになります。で、この製造を使うというのが、一神教の宗教では基本的に偶像崇拝、像を使うっていうのは本来はダメなんですよ。立派な像とみすぼらしい像で信仰に差ができてしまう。一神教では信仰に差ができてしまうのがよくないと思っているからですね。なのでこの本来禁止されている製造、イエス様の像などを使うようになるわけですね。ローマ教会にも言い分があるんですよ。ゲルマン人っていうのは例えば文字が読めない人はたくさんいるわけですね。ローマ帝国の中にいた教養の高い人みたいな人が多いわけではない。
紛らしい言い方ですね。だから文字が読めない人もたくさんいるわけですね。その人たちにそのなんというか言葉を使ってね、イエス様の行いの素晴らしさとかを伝えてもなかなか伝わらない、ね、学問がない人たちに。そしたら例えばこのイエス様が十字架にかけられて、傷だらけでね血を流されていると、あるいは茨の冠をかぶってもう見るからに痛そうなわけですよね、これを見せるわけ。そしたらゲルマン人たちもうわー何これってね、なんでこの人たちはこんなに、なんでこの人はこんなに痛そうな思いをしているんだいって聞くと、そこで、布教をする人がですね、その彼はね、僕たちの罪、人間に与えられた罪とかね、それを身代わりとなって、ね、あなたにも思い当たる節があるでしょって、良い行いばかりではないですよねって、このキリスト様は、イエス様は、そうした我々の罪深い人間という存在の身代わりとなってこのような痛々しい姿でいるんですよ。そして、処刑をされ、そして復活をした。素晴らしいじゃないですかって、それによって我々の罪が許されたことになるんですよ。ほう、なるほどとね、その私たちにも悪の心があってね、そのキリストさんが身代わりとなって、痛い思いをしてくれるおかげで我々はその救われているんだっていう、そういうことをこの像によって説明するわけですね。うまく説明できたかな。文字が読めないようなゲルマン民族にこのキリスト様、イエス様の像などを見せて、そのお姿で、布教をするということをローマ教会はやり始めたわけですね。そうすると、はい、今回矢印を多用しますね。この東ローマ帝国内にあったコンスタンティノプル教会は、これに反発するわけですよ。ね、異界やないかって、ね、キリスト教では本来禁止されていることをやっちゃダメじゃないかっていうことで批判をするわけです。コンスタンティノープル教会は、はい、こうしたローマ教会の、禁じ手ですよね。東ローマ帝国のことをビザンツ帝国とも言います。このビザンツ帝国の皇帝、コンスタンティノープル教会を率いているビザンツ帝国の皇帝のレオン三世という人物は、禁止令、製造禁止令を出し、
ローマ教会に対抗するわけです。ここに、コンスタンティノープル教会とローマ教会は完全に分裂することとなり、完全に分裂することとなり、どのようになったかというと、こうなります。ローマ教会はローマカトリックと名乗る、はい、カトリックというのはという意味です。だから普遍的なあまねくみんなにみんなの、これはかなり意訳に近いんですけれども、大胆に訳してしまうと、普遍性のあるみんなのキリスト教をみんなが信仰する、世界中にこの教えが広まってほしい、まあ、裏にはだから聖像も使うんだよっていうようなことがあるかもしれないですけどね、そうしたみんなのキリスト教という意味のローマカトリックと名乗るようになります。一方コンスタンティノープル教会は、これはそのまんま正しいキリスト教ですね、ローマ教会はローマカトリックと名乗り、みんなのキリスト教、普遍的なキリスト教、普遍性を持つキリスト教なんだよっていうことを主張する。そしてコンスタンティノープル教会はその名前に正しい、という名を付け、ギリシャ正教と名乗ることになります。同じキリスト教でも完全にここで、違う宗派とこうなっていくわけです。はい、ただね、ちょっと立場が弱いのはやっぱりこのローマ教会だ、ね、聖像を使っているのもそのこのゲルマン人にもう一から布教していかなきゃいけないっていう、そういう厳しさがあるからですね。しかしここに、はい、フランク王国というのが現れて、どうやらこのカトリックを受け入れてくれそうな雰囲気になっていきます。
はい、ローマ教会はこのフランク王国に目をつけ、まあ、関係を強化し保護し保護される関係になろうとしたわけですね。例えば カロリング朝を作ったピピンのクーデターを承認し、代わりに教皇領にするということですね。あるいは教皇レオ三世、ですね。先ほどビザンツ皇帝レオン三世と書きましたが、まあ、どちらもレオンって言ったりレオって言ったりっていう感じで、実はまあ見た目同じ名前なんですけれども、区別するためにこっちはレオ三世、そしてさっき書いたのはレオン三世っていうふうにしたいと思います。が、カール大帝に皇帝の冠を与えるということですね。はい、今回はヨーロッパの東西におけるローマ教会、ローマカトリック教会とコンスアンティノープル教会からのギリシャ正教、その分裂の話をしました。今回はここまでです。